どうもこんばんは、永田です。僕が最も普段言われている質問があります。お店でもネットのコメントでも一番多くいただく質問についてですね、そろそろまとめていこうかなと、答えていこうかなと思います。最も多い質問としてはやっぱり、なんでそんなに楽器がいっぱい弾けるんですかとか、本当に編集一人でやってるんですか、どこで身につけたんですか、だの、なんでそんなに曲をたくさん知ってるんですかと、この辺の質問がやっぱり一番多いんですよ。今まで僕もその答え方としては、自分でもそんなによくわからない、意識してなかったので、改めてなんでだろうなって、これ断片的には配信などで今まで話してきてるんですけども、ちょっと振り返ってみようかなと自分で思いまして、今回ちゃんと振り返ります。どういう風にこう音楽に関わってきたのか、あと楽器ですね、どうやって曲を知ってきたのかなっていうのを思い出しながら今日は喋りたいなと思います。で、僕の音楽一番最初に記憶してるのは、多分小学校4年生とかそんぐらいだったと思うんですけど、やっぱりその歌番組とかからこう聞こえてくるわけですよね、流行りのヒット曲が。で、その時に覚えてるのが TM レボリューションのホワイトブレスとか、てかホワイトブレスがめちゃめちゃなんか聞いたことあって好きだなってなってる時に、なんか友達がカセットテープに録音してるのあるよって言ってくれて、うちにラジカセはあったので、じゃあそれ貸してって言ったのがすごい一番最初の音楽に関しての記憶かなと思うんですけど、僕はホワイトブレスが聴きたくて借りたんですけど、その他にもその友達はいろんな曲を、その同年代の曲をいろいろ録音してたわけですよ。そこで何曲か聴いて、ああなんかいい歌だなみたいな。で、ホワイトブレスももちろん大本命だったので、何回もカセットテープで聴いて、今思えばその時にグレーのハウエバーも入ってたんですよ。ただその時はあんまり飛ばして聴いてたんですよね、ホワイトブレスが好きで。で、なんかハウエバーってやっぱ前半ちょっと暗めといえば暗めじゃないですか、マイナーコード進行で。なので、なんか小学生小4、3、4の僕にはあまり刺さらず、そのまま飛ばして聞いてたんですよね。で、僕の記憶では一番最初に買った CD っていうのが、小松美穂さんの願い事一つだけっていう歌なんですよね。コナンの歌だったんかな、願い事一つだけってやつ、叶えてくれるなら、知ってる方多いと思うんですけど、この曲が確か8センチシングル一番最初に買った CD だったと思います。で、そのぐらいでグレーの誘惑を知るわけですよ。多分歌番組かなんかで初めて聞いて、何この人たちめっちゃかっこいいみたいなって思って、おばあちゃんに確か頼んだんですよね。当時小学校5年生だったと思うんですけど、このグレーっていう人たちの誘惑が欲しい、 CD 買ってって言って CD ショップに行った記憶があります。それで当時同時発売だったんですよね、誘惑とソウルラブ。誘惑が欲しいって言ったんですけど、なんかもう一枚あるよと、こっちも買ったら、これがソウルラブですね、後のソウルラブで。その時ソウルラブは知らなかったんであんま興味なかったけど、2枚買ってくれるっていうし、なんか買ったら下敷きついてくるしみたいな感じで、買ってもらったんですよね。で、誘惑をめちゃめちゃヘビロテしてて、で、当然ソウルラブも気に入るわけですよね。それで、M ステにピュアソウルという曲で出てたグレーを見て、もう本格的に好きになったんですけど、ピュアソウルめっちゃいい曲みたいな。で、今振り返れば音楽やるにあたってのポイントだったのかなって思い当たるのが、当時カセットウォークマンを持ってたんですね。カセットをウォークマンするやつ。外で聴けるやつで、そんないいものじゃなくて、なんかほんと本屋さんの片隅についでに売ってあるぐらいのクオリティの、安いカセットウォークマンです。初めてカセットを外で聴ける、イヤホンで聴くっていう体験をしたんですね。その時にめちゃめちゃ感動したんですよ。なんか普段聞こえる音じゃないのものがいっぱい聞こえてくるとか、なんか低音がめっちゃ聞こえるとか、それで感動して、カセットウォークマンで音楽を聴くっていうのがすごい増えてて、その時に一個発見したことがあるんですよ。何かっていうと、いつも通りカセットに入れてるグレーを聴こうと思って、こうイヤホンを挿して耳に当てた時に、なんかいつもと違う聞こえ方がしたんですよ。要はボーカルの音が一切聞こえなくなってたんです。でも演奏はなんとなく聞こえる。で、
ハモリの声がめちゃめちゃ聞こえたんですよ。イヤホンをなんか僕が持ってたやつはなんか多分半端に刺さってて半刺しみたいな状態になってて、これをやると僕のカセットウォークマンはボーカルが消えたんですね。でハモリがめちゃめちゃでかく聞こえるっていう現象が起きてまして、そこでまた感動したんですよ。わあ、なんかハモリが聞こえる、いつも聞いてるバージョンと違うみたいな。これでちょっと感動しまして、そっからねその聴き方にハマっていくんですね。とにかくいろんな曲のハモリを知りたい、コーラスを知りたいっていうモードに入っていって、当時ねあの8センチシングルにもカラオケバージョンっていうのは入ってたんですよ。入ってたんですが、コーラスまではね入ってない。これアーティストによって様々だったんですけど、入ってる人もいれば入ってない人もいたんです。例えば TM レボリューションのシングルはコーラスが確か入ってるんですよね。メインボーカルだけ消してあって、ところがグレーには入ってないです。基本的に入ってないです。グレーのカラオケバージョンにはボーカルもコーラスも一切入ってないから、なんかこのハモリの部分聞きたいなと思いながら聞いてたのが、ようやくそのカセット半差しで解決することが分かったんです。その時小学校、6年小6ぐらいだったと思うんですけど、とにかく半差しで聞きまくる日々が始まるわけですよ。ミックスとかやってる人は分かると思うんですけど、音楽って最終的に僕らが聞く状態って2チャンネルに振ってあるんですよ。右左って、イヤホンもそうですよ。1、2個スピーカーも1、2個何十個って楽器を重ねてミックスしたやつを最終的にエンジニアさんが右のチャンネル左のチャンネルに振って僕らが聞ける状態にしてるんですね。で僕が聞いてたそのボーカルが聞こえないって状態は、それで言うとど真ん中に停止してる音が全部聞こえなくなるっていう現象だったんです。右左に振ってある演奏とコーラスの声だけを聞けるカセットウォークマンを手に入れたんですね。その時にこれがめちゃめちゃ好きで、多分小学生でそんな聞き方する人ってほぼいなかったと思うんですけど、僕はもういつもと違うバージョンを聞けるっていうので、とにかく今まで聞いてた CD とかももう一回全部録音して全部聞いて、そこで多分ハモリの流れとかなんかそのなんていうんですか、スタンダードなメロディーラインとかが多分無意識には覚えていったんだろうなと思います。だから僕その初めて聞いた曲でもハモリつけてって言われたらパッとつけれるんですよ。今一番最初にハモリを聞いて覚えて分かるようになったっていう記憶はその小5、6ぐらいの時の話で、その後もう2つ目のポイントがあるんですけど、これはね中学校1年か小6ぐらい、どっちかちょっと忘れましたけど、小学校やったかな、まだ初めて一人多重録音をやるんですね。ここで動画で当たり前にやってますけど、一番僕の最初にやった多重録音は小学校6年生。それどうやってやるかっていうと、ラジカセです。その世代の方はもちろん分かると思うんですけど、ハードオフにもよく売ってますね。ラジカセ、カセットを聞くその機械で録音もできたんですよ。声を吹き込むこともできたんですよね。まあハモリが分かるようになってきたわけじゃないですか。だから今度アカペラで、じゃあ自分の声を重ねてハモらせてみようって思いついて、最初1個のカセットに声ボーカル録音するんですか、あーって。で今度2個目、ラジカセが2台やったんですよ。で2個目のカセットテープにそれを流して、これに合わせてその覚えたハモリを吹き込むんです。そうするとこっちの音とこっちの音が合わさってミックスされた音がこっちのラジカセに録音されるんですよね。で今度全部録音されたものを流しながらまたさらにハモリを入れると、今度は3人分のコーラスが完成するみたいなことを発見したんですよ。でやってみたら、まあうまいこと綺麗に重なるわけですよね。これは面白いと。だから僕その当時周りはみんなポケモンとかね、ゲームをやたらやってた、流行ってたんですけど、僕はそんな遊びばっかりやってました。多重録音はそこで最初に覚えました。ちょっと試しに今やってみますね。ちょっと携帯が2台あれば誰でもできるので、じゃあ最初にハモリを入れますね。こんぐらいのリズムかな。ワン、ツー、スリー、フォー。曲がりくねった道の先に小さな光、ただ遠くて見えなくても信じてゆこう。これがハモリ1。じゃあ最初にハモリを入れますね。ハモリ2。こんぐらいのリズムかな。ワン、ツー、スリー、フォー。曲がりくねった待っているいつもの小さな光、
まだ遠くて見えなくても、ただそれだけを信じてゆこう。これがハモリ2。曲がりくねった道の先に待っているいつもの小さな光、まだ遠くて見えなくても、一歩ずつただそれだけを信じてゆこう。ちょっと音が悪すぎて聞こえないというね、これ今度ショート動画で出しますね。まあ要はそんな遊びをしてまして、だけどまあそこで、まああのそのハモリとか多重録音についてはなんか勝手に覚えていったっていう、ところです。で、そんな風に遊びながら、特にね、僕の記憶では、グレーのミッシング U でこれをめちゃめちゃ何回もやってた記憶があって、グレーのミッシング U は、ハモリコーラスの音がでかいんですよ。あとその後に出たあの、ひとひらの自由とかもそうですけど、シングルバージョンね。コーラスの音がめちゃめちゃでかい曲っていうのがグレーの中であって、それがミッシング U とひとひらの自由だった。これ CD 持ってる人とか YouTube で聴ける人聞いてみてほしいんですけど、特にひとひらの自由なんかでコーラスがめちゃめちゃでかいんですよ。面白いぐらいでかい。後々インタビューでなんかコーラスミキサーがなんか音量間違えたとか、なんか拓郎さんが言ってましたけどね。その後のワンラブっていう方に収録されたバージョンではちゃんと抑えられてましたけど、あの MV 出てると思いますけど、そっちバージョンで多分コーラスがでかいまんまやと思います。で、そのぐらいで中2ぐらいやったかな、ちょうどギターを僕が始めた頃、アコギで始めたんですけど、その時にこれまた一個ポイントなんですけどね、カラオケに初めて行くわけですよ。カラオケ、中2男子にとってカラオケってドキドキするんですよね。初めて誘われた時に、え、カラオケって何、あ、歌うやつよね。いや俺そんな人前で歌えんばいみたいな、めちゃめちゃビビりながら、でもまあ誘われたのでチャリで30分ぐらいこうチャリで来たみたいな感じで行くわけですよね。カラオケボックスに、当時カラオケボックスですね。でそこでなんかみんなもう何回も行ってるやつらは歌うんですよ。ポン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 曲、あの電目とかない時代ですから、歌本めくってこうリモコンを押してピーって、でその時流行ってた曲なんか歌ってて、まあ、僕はじゃあグレー歌いたいなって、一番最初にカラオケで初めて入れた曲がグレーの誘惑だったんですけど、これ今でも覚えてますけど、イントロあるでしょ、ダカ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 ダレレレレレッデデレレレレレレッと君に愛はって始まるんですけど、もう歌い出す瞬間にもう瞬間的に恥ずかしさが勝って歌えなかったんですよ。デレレレレレレッ、あ、俺ここわからん、ここわからんみたいな、分かってるくせに、よく言うでしょたまにこういう人、分かってるくせに、あーここわからん、ここわからんみたいな、あー分かんないみたいなね、そういうちょっと痛々しいノリを発揮してしまって、でもその時はその一緒に来た友達がすかさず無言で僕のマイクを取り上げて Because I love you って歌ってくれたんですよね。それでなんかもう勇気もらえて、あ、ここで歌うことは恥ずかしいことじゃないんですねと。で A メロから始めてモーニングって歌い出したのが初めてのカラオケで、もうその時にね、もう言葉にできないぐらいの快感を覚えまして、え、歌って楽しいみたいな、その1日で僕はもうカラオケの魅力に取りつかれまして、そっからですね、一人カラオケに行くようになるわけです。とにかく30分間かけてカラオケボックスついてチャリで来たとか言って、もう一人でずっと歌いたいってモードになって、その友達の歌ってるとこ、こう僕もう待っとられるみたいな、今も歌いたいぐらいあったんで、友達と行くのとは別で一人カラオケをもう頻繁に行くようになった。そこでよく歌ってたのは XJAPAN の聖エリーセングとか、まあ、グレーの千のナイフが胸を刺すをよく歌ってた曲があります。そこが一個ポイントかなと。でギターを始めたっていうのも一つですよ。やっぱその後ですよ、これも一個また長田を作ったポイントというかね、なんでそんな曲を失敗してるのって言われるんですけど、多分ね、これはね、MD だと思います。僕、MD 世代なんですよね。ミニディスクって。CD の後に出たミニディスクって。1枚のディスクに74分もしくは80分曲、まあ、CD アルバム1枚分ぐらいですよね。今までは CD 自分でカセットに入れて聴いてたけど、カセットってやっぱよれるし、テープだから。どんどんピッチがずれてきたり、なんか劣化するんですけど、ミニディスクに入れとけばもうデータで保存されるので、音質が劣化しないし、しかも自分の好きな曲だけでまとめてこうなんかマイベストとかあのシールにちっちゃいこんな細いシールにさ
マイベストとかなんかカッコつけて書いて MD を何枚も所持してたんですけど、その時にやっぱりめちゃめちゃレンタルショップに通うようになってたんですよね。もう安くいろんな曲が、新しい曲がどんどん聴けるし、 MD に入れて聴けるしっていうので、だからもう下手したら2日に1回ぐらいのペースで親に頼んでレンタル CD レンタル屋に行って、もう常にこう新しい曲を聴いてました。でそれもどうや何で曲を知ってたかって言ったら、当時歌の大辞典ですね、歌の大辞典っていうテレビ番組があったんですよ。これはなんか平成のトップ10と昭和のトップ10っていうのをなんかこう同時に10位とかカウントダウン形式でワンフレーズずつこう紹介していくっていう歌番組が当時ありまして、徳光さんが司会のね、ここで最新の曲も聴けるし昭和の曲も聴けるから、だから僕ちょっと選曲がちょっと若干同世代より上目なんかなって思ったりもするんです。そこで昭和と平成の曲をトップ10聴けて、なんか1位発表前とかになんかそれ以外のなんか30位から11位みたいなのちょいちょい3秒ずつぐらい流れるんです。ここで気になった曲をとにかくメモしてレンタル屋行って借りてのを繰り返しでした。でそれで言うとカウントダウン TV ね、あれなんてトップ100ですよね、毎週火曜日やったかな、オリコンランキングトップ10とは別になんか100位から普通にワンコーラスずつこう遡っていく、あの紹介していくでしょ。だけんそのたんびにメモ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 、もうそういうの繰り返してメモメモ、何これめっちゃいい曲メモみたいな。で当時歌番組がすごい乱立してましたよね、あのヘイヘイヘイとか歌番とか、ミュージックステーションとかファンとかね、まあ、その辺はもう全部録音して、カセットラジカセの時代はそもそも僕テレビの前になんかこうガチャってこう録音モードしてもう直撮りでテレビの音を録音して聞いてたし、 CDMD になったら当然その CDMD を借りて、まあ、デジタル聴けるようになったんですけど、とにかくなんか曲を知りやすい時代だったと思いますね、今思うと。今自分からわざわざこうアクセスしないとなかなか僕って最近の曲だとほとんど今知らないですから、昔はなんかこう嫌でも歌番組とかラジオとか有線とか街中でも最新の曲がめちゃめちゃ流れてきてたんで、多分だからそこで無数に曲を知ってたんだろうなと思います。やっぱ歌の大辞典好きでしたね。やっぱグレーが出る週は興奮したし、で曲をいっぱい知って、そっからやっぱレンタル屋で借りて聴くっていうのがもうその後何年も、これとも高校になった時もレンタル屋行ったりは続いてましたし、なんかレンタル落ちで安くなって50円とかね、マキシシングルとかめちゃめちゃ買って、やっぱりその頃も高校の時はパソコンとかにはなってましたけど、それでもやっぱりとにかく曲を録音していっぱい聴いて覚えるっていう、で同時にそれギターの練習もねコピーしたりなんかもしてますから、耳コピーですけど、ね、歌本とかでやって、まあ、曲をいっぱい覚えていって、で僕が今やってる動画ってほぼその時の記憶だけで今やってるんです、この何年間。なので僕が聴いてきたやつを好きなやつしかやってないっていうのはそういう理由ですね。で MD を何枚も持ってたけど、なんかこう時代とともにパソコンになり、でついにあれが上陸したんですよね、 iPod。 iPod がもう来てからもう曲の聴き方がやっぱガラッと変わって、今まで CD とか MD でこうとにかくこう買い求めてたけど、まあ、やっぱりこんなね、こんな薄い端末に何千曲って入れれるようになってからはめっきりそっちになりましたね。そっからさらに、だけどここ終わりぐらいまでは一番聴いてたと思います。で高校を卒業し PA の、 あの専門学校に入るんですね、福岡のスクールオブミュージックっていうところに、入学するんですけど、音楽の専門学校ですね。僕は裏方 の、まあ、そのレコーディングエンジニアとして、入学した。その時にやっぱり録音のちょっとやり方とかを覚えて、これも今につながってるんですけど、ミックス、さっき言ったの右左にフルとなんだのってミックスダウンだの、その時に覚えました。でその時に学校で使ってたパソコンが Mac だったんですよね。で Mac で作業してたから Mac を自分でも欲しいと思って買ったんですよ。 iMac でしたけど当時はもうちょっと分厚い、それに動画編集ソフトが無料というかもう初期装備で付いてたんです。これ iMovie っていうアプリ、多分今でもありますけど、最初から搭載のアプリである程度カット割りとか多少の字幕入れたり音楽を入れたりとかっていうのが誰でもできるような状況だったので、あとガレージバンドね、最初から入ってるアプリでここまでできるんだって。その時に動画編集ちょっと遊ぶじゃないですか、やっぱり。でなんかふざけた動画ばっか作ってたり、ふざけた曲ばっか録音してて遊んでたんですよね。
たかくれんぼ、お尻を出した恋と勝負、夕焼け小焼けでまた明日、また明日。うしゃしゃしゃ。昔はラジカセで多重録音になってたのも、その後にやがてカセット MTR っていう、まあ、カセットはカセットなんですけど、中古屋で買ったカセット MTR にもう本当にミキサーみたいに4チャンネルだけ録音して、それをさらにオーバーダミングしてみたいなのをやってたとこからも完全にパソコンに移行したんですね。でパソコンでもう全部ミックスダウンもできるしみたいな。で動画編集そんな凝ったものじゃなくて、ふざけたな、僕 CM とか作ってたんですよ昔。なんかユニクロの CM マネしパロってなんかふざけて、自分が出てるユニクロの CM 作ったりとか、その多少の初歩的なノウハウがあったので、その後東京に上京するんですけど、そこで YouTube 個人チャンネルを初めて作って、まあ、歌ってみた動画ですけどね、いわゆるそこで YouTube 投稿も初めてやると。なので今思えばですよ、今思えばまあそのハモリを入れるとか多重録音とか動画編集とか、まあ、演奏だったり曲がいっぱい知ってることだったり、 YouTube 投稿っていうのはその今のハードオフに入る前に全部やってたことで、これを一度にバンってやったのがその今のハードオフ、永田ハードオフチャンネル、ハードオフクルメ国伝チャンネルの一発目の動画だったの。くれないジャンク品でやってみたって。動画編集も自分でやってるし、もちろん多重録音で一人で全部演奏もしてる。当時は歌ってなかったですけど、楽器を弾く、動画編集する、YouTube に投稿するっていうのをやったのはその時代があったからなんだなって、今回振り返って、僕も頭の中で整理がつきました。なので、一人でそんなやれてすごいですねとか、動画編集やってるんですかとか、なんでそんな曲知ってるんですかとか、めちゃめちゃ質問いただくんですけど、これ理由はこれです。おそらく僕が思うところ一番の理由はこれだと思います。というわけでね。今回はちょっとなぜ永田は永田なのかと、なぜ永田はこんなにも永田なのかっていうところを、まあ、自分でも分かってなかったので、ちょっと振り返りという動画にしてみました。またちょっとなんかいろいろね、こういう普通の動画もこう永田ムービーの方ほとんど動かしてなかったので、動画の更新をどんどんしていきたいなと思ってます。なのでなんかこうやってほしいこととかあれば、どんどんコメントでも何でもいいのでいただけるととてもありがたいです。はい、というわけで今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。